エルネス・オーギュスタン・ツルペンは、フランスの神父、パリ外国宣教会に所属していた。来日し、秋田、鶴岡、新潟、省内鶴ヶ岡、酒田、佐渡、東京浅草、岐阜、名古屋、香川、金沢、美濃、高山、東京麻布で主催を務めた。ヒゲとパイプの宣教師として知られた。1853年7月6日。 フランス東部のオートイコールマルヌ県、ボアジー町の領主の家で誕生。17歳の時、神学校入学。1874年6月18日、21歳の時、パリ外国選挙会の大宮学校へ進学。4年間の進学研究の後、1877年2月24日、選挙資格を得る。同年5月3日パリを出発。 同年東京の築地教会に到着。日本語学習の後、伝道師の先導で大地方に布教会し、秋田の家老屋敷を800円で買い取り、ここを拠点として、鶴岡、新潟、省内鶴ヶ岡、酒田、佐藤を回る。1880年から3年間、東京浅草教会の主任主催。孤児や信者の子供の教育にあたる。 1884年1月から再び大宇及び中部地区を巡回布教。1886年岐阜に5カ所の説教所を設置。1887年名古屋教会の主任となり、都議屋町の仮聖堂を根拠として加賀、加が金沢、美濃に布教。1889年名古屋主税庁に土地千坪を購入し、聖堂と小学校等を建てる。 1890年養老院設置。1905年名古屋離人までの間に、公共用紙、公共省略などを出版。また、岐阜、金沢などで講演を行う。その後、高山教会で1年ほど働き、1907年1月、東京麻布教会の主任司祭に就任。1927年5月1日、司祭就任50年の禁区を迎え、 さらに数年死亡にあたる、1932年主任引退、1933年11月18日、東京にて死去、青山霊園外人墓地に埋葬。ありがとうございます。